ハイン・リヒ・シュベンマーはドイツの教育者、作曲家。シュベンマーはウンター・フランケンのグンペルツハウゼンに生まれた。1627年の父の死後、30年戦争から逃れるために母と共にバイマルへ移る。1638年に母がこの世を去るとコーブルクへ赴き、さらに1641年に移り住んだニュルンベルクでその後の生涯を過ごした。 ゼバルダス協会では、ヨハンエラスムス・キンダーマンから音楽を学び、1650年には、自身も教員となったシュベンマーは、職名こそつかなかったものの実質的には、カントルであった。1656年以降は、パウル・ハインラインと、並び、ディレクター・チョリ・ムジチを務めている。シュベンマーは、ゲオルク・カスパー・ベッカーと共に、南ドイツオルガン楽派の伝統における一時代を、 気づく音楽家たちを育てた。ニコラウス・ダイヌル、ヨハン・クリーガー、ヨハン・レーナー、ヨハン・パフ・ヘルベル、J.B. シュッツ、マクシミリアン・ツイドラーラである。シュベンマーが歌唱法を教え、ベッカーが鍵盤楽器奏法と作曲の指導を受け持っていた。シュベンマーの作品として知られている楽曲には、装甲の状態で残されているものが多数存在するが、その全てが声楽曲である。 大半が婚礼や僧礼のために書かれた宗教的融説家局であり、他にカンタータやコラールコンチェルトも存在する。彼は声楽によるコンチェルタート形式の達人であった。ありがとうございます。